はいじゃあ次はね、ペンは剣よりも強し。これエドワード・リットンの言葉なんですよ。これどういう意味かわかりますかね多くの人が勘違いしてるのは、いくらね、暴力でなんかいろんなことをやっていても、その暴力の実態を暴くジャーナリズム。ペンの力にはかなわないよと。後から歴史がきっと誰が良かったのか誰が悪かったのかってことは、ペンの力で証明しますよっていう風なね、学問とかジャーナリズムとか知識の 強さのことをね言ってるというふうに多くの人は勘違いしてるんですよ。ね。ペンは剣より強いし、違うんですよ。これどういう意味かっていうと、剣を持ってるのは軍隊でしょ軍隊に指示を出して命令書を出すのは権力。つまり、権力者のサインなんですよ。だから、私たち民間人のジャーナリズムとかね、歴史学っていうのが勝つっていうのは、これ、思い上がり違うんですよ。逆。うん、逆でも何でもなくて、全然違う。権力者が この土地は我が輩のものだっていうふうに書いたらそうなるとかね。あの、神の名のもとであの国を滅ぼしに行けってね、署名したら戦争が起きるとかね。剣よりも署名の方が強いとか。権力者のペンの方が強いっていうことを示してるんですよね。うん。まあでもこれも多くの人を勘違いしてるでしょ。だから学問って聞きかじじゃなくって、本当にそうかなって一歩踏み込んだところにあるんですよ。だから勉強じゃないんですよ。 勉強のもう一歩先にあるのが学問ですから。だからそこまで行くと、誤解をくぐり抜けてね、えー、本当の知識にたどり着けるんですけども、そこまでする人がいないっていうのが現実なんで、世の中の常識っていうんですかね、思い込みっていうのは、あ本当にね、積み作りだと思いますよ。思い込みの向こうに真実がありますからね。で、私の即果塾の中でこういう言葉を作りました。信頼の向こうに詐欺がある。つまり詐欺にかかる人って信じちゃうんですよ。信じなければ詐欺にはかかりませんからね。 信じちゃうでしょだから信じるっていうのはすごく材料がいります。疑いというプロセスを何重にも何重にもくぐり抜けてやっとたどり着けるものすごく困難な道なんですよ。あっという間に信じちゃったりね、あやふやな直感なんてのにうぬぼれちゃいけないんですよ。直感っていうのはね、磨いて磨いて磨いてやっとたどり着けるんですよ。だから何も直感を磨く修行してない人が直感を得ることはないと思いますんで、用心してくださいね。じゃあ。